ベラーモク、ベラーモク、ラブロイデーは、上絆に所属する鈴木目の海分類群の一つ。六百235属2274種で構成され、シクリットスズメダイクマノミベラブダイなど熱帯魚、観賞魚として知られるタグイが多数所属する。ベラーモクの仲間は、全世界の熱帯から温帯に広く分布し、主に淡水域で生活するシクリットカと、サンゴショウなど、 沿岸の浅い海で暮らす他の他に分けられる。2006年現在で2200種を超える魚類が含まれ、鈴木目の中では鈴木アモクに次いで大きなグループとなっている。シクリット科にはベーラアモクの半数以上にあたる約1300種が所属し、未期採種も多数知られるほか、未発見の種類を含めれば、さらに数百種が追加されると見積もられている。 ベラアモクに所属する純粋な淡水魚1330種は、すべてシクリットの仲間である。残る5カはすべて浅い海で暮らす。海水魚のグループで、淡水、寄水域にも進出する種類はごく少数に限られる。特にスズメダイカ、ベラカ、ブダイカの仲間は、世界中の熱帯、亜熱帯域で普通に観察れ、スズキアモクの蝶々ウカと並びサンゴショウの魚類として、 代表的な存在となっている。ベラー目魚類の大きさは、全長数センチメートル程度の小型種から、2メートルを超える大型種まで様々である。体色も、種類や成長段階、性別に応じて大きく変化し、産後礁域に生息するものや、熱帯域のシクリ類などは、華やかな体色を持つものが多い。体色の性的ふたなりは、ベラが、ウダイで、 特に顕著で、オスとメスとでは全く異なる色彩を示すことが、しばしばある。ベラアモクの魚類に共通する重要な、形態学的特徴として、左右の元陰頭骨、第五角エラ骨が融合し、単一の下陰頭顎を構成することが挙げられる。体型は一般に左右に平たく、側平たする。部材の仲間など体表から粘液を分泌する種類も、 食性や繁殖形態はトガによって異なり、特にシクリット類の繁殖様式は多様化が進んでいる。ベラカ、ブダイカの仲間の多くは、姿勢戦熟で成長に伴いメスからオスに性転換する。メスを経ずに直接オスとして成長する一自由を持つグループもある。ティラピア、シクリットカやコブダイ、ベラカなど、中型や大型の種類は、 食用として漁獲され、高級魚として扱われるものもある。また一部の種類は、釣りの対象としても人気がある。体食が多彩なシクリットやスズメダイの仲間は、観賞魚として、水族館、アクアリウムで広く飼育対象とされている。ベラー目は6か235属2274種で構成される。 単系統制を支持する形質は、陰頭和ゴの特徴によるものがほとんどで、本アモ目が真に単一起源であるかについては、異論も多い。死神世の絶滅群として、ベラカの二族、イアコリス、フィリファリンガーダンと、スズメガイカに、近縁のトキニジイデイカの存在が知られている。ベラカ、オダクスカ、ブダイカの三群は研究者によって一つのベラカとして扱われたり、 ベラジョーカ・ラブロイディアの下にまとめられたりすることもある。シクリットカ・セクリデイは、カワスズメカとも呼ばれ、ティラピアムブナ・エンゼルフィッシュ・ディスカスなど112属三350種を含み、うちおよそ900種はアフリカに分布する。他には、南アメリカ、約290種、中央アメリカ、約110種、及び、中東、5種、南アジア、3種などの熱帯域に分布し、 骨表上目、濃い目、生マズメなど、以外の淡水魚のトガとしては、最大の仇を持つ。ほぼすべての種は、淡水、寄水域に生息し、特に、アフリカのビクトリア湖、タンガニイカ湖、マラウイ湖、ニアサ湖から、多数の固有種が知られ、独自の種文化を遂げている。多様性や進化に関しての研究が活発に、進められている。 トガの一つであるが、内部の類縁関係については、議論が多く、属同士の関係は、ほとんど明らかにされていない。体型や、生態、とりわけ繁殖行動の多様性に富む、詳細はシクリットを参照。最大種は、タンガニーカ湖に生息する、ブロンジャーフロミスミクロレピスで、体長80センチメートルに達する。鮮やかな色彩を持つことから、 干渉魚として利用される種類が多い。ティラピアなど水産資源として重要なものもある。尾行は両側に一つずつ存在し、側線は分割される。背びれ、尻びれのトゲ状は、それぞれ7から25本、3から15本。海棚子かインビターシリーは海棚子、沖棚子など13、続23種からなる。北、太平洋の沿岸域に分布し、稀に淡水域に進出する。 体制の魚類として知られ、卵は、メスの体内で孵化し、数センチメートル程度に成長した飼魚が産出される。ベラアモクの鷹と比べ地味な体色の種類が多く、体は小さな円ウロコで覆われる。尾ひれは二股に分かれる。側線は、連続的で、体の上部を走行する。スズメダイカッパメイセントリデイはスズメダイでバスズメダイ、ミズボシクロスズメダイなど、 4赤28属348種で構成される。世界中の熱帯の海に分布し、特にフィリピンからオーストラリアにかけての海域に多く、日本沿岸からも約90種が知られる。浅い海の岩礁やンゴ礁に生息する小型熱帯魚の一群で岩場などに散乱し、オスが卵を保護する習性がある。属間の形態学的多様性に富み、 また同じ種類であっても、個体差や分布海域による退色の変異が大きいなど、分類には困難が伴う。本家全体および熊野見赤の単系統制は指示されているが、他の赤に関しては不明瞭な部分が残されている。また、本家よび川ズメ科を鈴木モ目の中に含めることもある。太鼓は高く、側平たする。口は小さく。 公害骨に葉はない。側線は不完全であることが多い。尻びれは通常2本の棘状を持つ。ベラからブリデーには、本染分けベラ9000個部台メガネ持ちの王など68、続453種が記載され、世界中の温暖な旋回に分布し、日本近海からはおよそ130種が報告されている。本科は海水魚のグループとしては、ハゼか、 ハゼアモクについで二番目に大きいトガである。赤や、族の設置による細分化が試みられているが、見解の一致には至っていない。体の形や大きさ、体色の多様性が特に大きいトガの一つである。ほとんどの種類は、鮮やかな体色を持ち、同じ種類であっても、性別、成長段階により異なるなど変化が著しい。 体長1 5トル以下の小型魚類が多いが、メガネ持ちの王、ナポレオンフィッシュは最大で2 3メートルに達する。すべて中高生で、夜間には砂の中に潜って休む習性がある。メスからオスへの性転換を行う。体は前後に細長く、左右に平たく側平たする。口を突出することができる。顎の葉は少なくとも一部は分割され、 ほとんどの種では外側を向いている。オダクスカオダシダは四族十二種からなり、すべてオーストラリアとニュージーランドの沿岸域に分布する。口は突出できず、顎の葉は融合している。体型は属によって大きく異なる。ブダイカスキャロディにはブダイやオブダイなど十族八十八種が記載される。熱帯の旋回に幅広く分布し、岩礁やサンゴ礁に生息する。 装飾性で、死んだサンゴに生える藻類をかじり取るように食べる。歯が融合して、くちばし状となっていることが、ベラカトの重要な鑑別点である。ベラカトの類似点は多く、すべて中高性で、ほとんどの種類は、メスからオスへの性転換をする。また体色もベラカ同様、多様性に富む。色のパターンは重要な分類形質となるが、死後は、急速に退職し、 性差、成長差も大きいため、種の同定が難しいことも多い。体は体のように左右に平たく側平たし、鱗は円鱗で大きい。口を突き出すことはできない。意を持たず、咽頭場が発達する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。